ジャイプールは、インドの都市。デリーの南西、約 260km に位置し、ラージャスターン州の州都である。2010年の都市的地域の人口は305万人で、あり、世界第112位、同国では、第11位である。約 10km の赤い城壁に囲まれ、別名、ピンクシティと呼ばれる。日本では、ジャイプールと表記されることも多いが、最後の音説。 プールが、ヒンディー語では、タンボインで表記するため、ジャイプルが正しい表記となる。ケッペンの気候区分では、ステップ気候に属する。ジャイシング2世1727年11月18日、当時この地を治めていたラージプートの有力士族、カチワーハーケノトーシサワーイー、ジャイシング2世によって建設が開始される。それ以前は北東に、 1> 約1 1トル離れた岩山に位置するアンウェールが王国の首都であったが人口増加や水不足の理由から戦トの必要に迫られ現在の街の位置に新たな計画都市として建設された街の名前ジャイプルはジャイの街を意味しジャイは創設者ジャイシング二世から付けられているジャイプルのプルは城壁に囲まれた街という意味合いを持つが その名が示す通り、建設当時の町は、高さ6メートル、総延長10キロメートルに及ぶ城壁で囲まれており、城壁には7つの主要な門が設けられていた。ジャイプルハン王国の反王は、イギリスがインドの大部分を植民地化したイギリス領インド帝国時代においても、イギリスに対して一定額の税金を納めるなど、間接的な形で従属することを余儀なくされる。 一方で、領地の自治権は保障されていた。そのため、デリーやアーグラーなど、ムガル帝国の直轄領を経て、イギリス領インド帝国の直接統治下に置かれた都市に、比べ、インド的な雰囲気をより強く残している。1876年には、ビクトリア女王の息子、アルバート王子がこの地を訪れ、反ー一家の艦隊を受けた。この時に、市外の建物を、 ピンク色に塗ったのをきっかけとして、伝統的に建物にピンク色の塗装が施されるようになり、現在でもピンクシティと呼ばれる景観を作っている。現在では、城壁の外側に新市街が形成され、駅なども新市街にある。王族一家は1947年のインド独立後も旧市街の中心にあるシティパレスに居住しており、その一部が博物館として公開されている。 2020年、州内でバッタが大量発生。ジャイプール市内にも大群で侵入し、建物の屋上がバッタで埋め尽くされる出来事があった。ジャドップルはラジャスタン州の州都として様々な産業が盛んである。街中には1989年に始まるジャイプール、証券取引場もある。州内で豊富に採れる宝石、貴金属を利用して、 マハーラージャへ仕えたジュエラーが伝統を生かして制作するジュエリー産業が特に有名である。クリケットが非常に人気の高いスポーツである。世界最高峰のプロクリケットリーグであるインディアンプレミアリーグのラージャスタンロイヤルズが本拠地を置いている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。